皆さんこんにちは、母屋チャンネルへようこそ。今回は新蘭のスカーレットを開封していきたいと思います。ポケセンさんのボックスになります。頼むぞポケセン。今回の挑戦者はこちらの6名。それでは行ってみましょう。スカーレットは初のボックス開封なりね。皆さんはたくさん買えましたか？ワイはバイオレットが買えなかったなり。それは残念ね。今回は新仕様の開け方なりね。嬉しいな。それでは右の方から挑戦者のパックを抜いていきますね。くまたびチャンネルさんのパック、ゆめさんのパック、ひろきひろきさんのパック、続いて左のパックを抜いていきます。ただの進撃好きさんのパック、物産さんのパック、最後は黒瀬公平さんのパック。誰か当たるといいなりね。楽しみですわね。まだ知らない人がたくさんいると思うので説明しますが、高早チャンネルでは視聴者が予想して選んだパックから SR 以上を見事当てることができたらプレゼントしています。視聴者さんもドキドキできる開封動画となっています。どなたでも参加できるのでどしどし予想コメントくださいね。詳しくは概要欄をご覧ください。説明長いなり、もう開封始まってるぞ。それは申し訳ないですわね。動画をもっと楽しんでもらいたいので、ちょっとぐらいいいじゃない。キュリアの AR、 まあそうだな、もっともっとたくさんの人に動画を楽しんでもらえたら嬉しいなりね。ギャラド 3X のダブルレア、加工が SR っぽいね。ところでスカーレットのトップレアは何なのだ？そうね、今のところこのカードが一番高いわね。その次がこれかしら。ってことはサーナイトの SAR を狙えばいいってことなりね。そうだけど簡単に言うわね。残り半分開封するわね。何の SR が出るか楽しみなりね。私はボタンちゃんの SR がいいわね。来るといいなりね。大当たり！マジか、まさか出るとは思わなかった。やったー！久しぶりにトップレア引いたわね。めちゃくちゃ嬉しいなり。でもどうせなら挑戦者に当ててもらいたかったわね。挑戦者がこれ当ててたら最高のプレゼントだったなりな。あとは2枚箱に期待してもらうしかないわね。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは挑戦者のパックを見ていきましょう。まずはくまたびチャンネルさん。残念。続いてゆめさん。続いてひろきひろきさん。残念。続いてただの進撃好きさん。残念。続いて物産さん。最後は黒瀬公平さん。残念。ということで結果はこんな感じでした。見事トップレアを引くことができましたね。挑戦者の方は残念でしたけど、またご参加お待ちしてますね。次回開封するボックスはまたスカーレットなり。たくさんの予想コメントお待ちしてます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。バイバイ。